では、リードさんのパッサカリアです。これ、プログラムに並べると、パッサカリアが少し短めの曲で、シンフォニーがメインディッシュでみたいにこう、見えますけれども、実際シンフォニーの方が長いけど、でもパッサカリアも15分かかるんです。シンフォニーの3番は、まあ、20分強だと思うんですけど、そんなに長さが違わないと思う。そして、切れ目なくずっと最後まで行く壮大な音楽で、で非常に古典的な形式感だったり、ハーモニー感だったり、求められる。この曲の下敷きになっているのはおそらくなんですけれども、バッハのシャコンヌだと。同じ二短調っていう調整。それから曲の長さもほぼ同じぐらいです。で、から構成ウィンドと私は数年前に、伊藤康秀さんの編曲の、はい、シャコンヌもやってきたので、そういった意味ではその共通の語法っていうのはできてきてるかなと思って、今回いいタイミングだった。結果的にはいいタイミングだったと思うんですけどね。うん、練習でちょっと話しましたけれども、面白いですよね。まあ、パッサカリアとシャコンヌって、まあ、形式的に かなり似て、同じような形式なんですけど、そのバッハのシャコンヌの他に、ホルストの第一組曲、これ去年、たまたま定期でやってた曲なんですけど、曲層は全然違うけれども、全くに同じような、タララッタララッタ。タララッタララッとかと思えば、タララ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 みたいなのが、あとまあブラームスの4番の4幕章の曲の流れていく雰囲気とか、逆に言うとリードはそういった曲を、これはかなりリードのまだまだ初期 の作品ですけれども、よくよく勉強していたな。そして曲の主旋律のところに P っていうね、はい、プライマリーラインっていうのが書いてあるんですけども、その P とかっていう表示の仕方を作ったのはシエンベルクです。その当時は音楽あまりにもこう複雑になってきたからこう 見る人がわかるように、これが一番大切なラインで、これが二番目に大切なライン。もちろん主題と変装にもそれが書いてある。それがすごく助けになってるんですけども、これが、この曲にも書いてあるということは、もちろんリードは主題と変装も知っていて、かなりリードの当時の作品としてもかなり入り組んだ部分があります。それをわかりやすくするためにその P というガイドラインを書いたわけなんですけど、いろんなつながりを感じますよね。なんか今のお話伺ってると、その、パサカリアのパって歩くっていう意味が、はい、あるっていうふうに聞いたことがあるんですけど、まあ、いろんな作曲家のこの足取りというか、足跡っていうか、そういうのがこう刻まれてる曲なのかなっていうのはちょっと今のお話伺ってて。うまいこと言います、ね。うん、なんか宣伝文句になります。いや、本当にそういう、昔からの歴史の歩みみたいな。ホルストのそのパッセージがあるっていうのは、なんか似てるなとは前から思ってたんですけど、うん、やっぱり改めて言われると、やっぱりそうなんだっていうようなことを思ったりとか、もう今日のリハーサルとても楽しく拝聴してたんですけれども。この作品は、そしてリードの先生たちに捧げられている曲で、うん、まあそこには当然ジャンニーニの名前もあるわけなんですけれども、いろんな意味でからおっしゃるように、こう偉大な先人たちへの学んだもの、偉大な先人たちから学んだものが曲として生かされているなと思います。僕、リードの、こういう、ちょっと、ね、悲しげなって言ったらいいのかな。暗いとはまたちょっと違うのかもしれないけど、ちょっとこう、憂鬱な感じのところあるじゃないですか。こういうの大好きですね。僕もなんです。なんか、明るいマーチよりも、なんか、マーチでも、マイナー調な、一組の、第一組曲のマーチとかも大好きですし、なんか、リードさん、エルサレム参加とか、先方で書かれてるような音楽も、ものすごく、なんかそこに、真骨頂があるなっていうのはいつも思ってまして、今回この曲もそうですし、聞いてて、ゾクゾクしてきますね。
感情が溢れてきますね。そしてメインがシンフォニーの3番と。はい。すごい重厚感あるプログラムで、いつも僕のプログラムは演奏者も大変だけど、お客さんも大変って申し訳ないんですけど、せっかく来ていただくからには、たっぷり味わってもらおうと思って、本当に気合が入りすぎちゃうのかもしれないけれども。シンフォニーの3番は、構成ウィンドウはあんまり演奏してないみたいです。ないですね。僕は初めてでした。うん、はい。ただ、興味深いことに、これはアメリカの空軍バンドの移植で書かれて、はい、その後リードは日本に、やってきて、この曲を構成ウィンドウとレコーディングする。だけど演奏会ではやらなかった。そうですね。そしてその後リードさんは大阪に行って、大阪市音楽団と、演奏会で演奏したっていうことなんですけど、はい、ね、面白いのは、この曲めちゃくちゃ気合の入った作品なんですよ。これを書いてる時期に、もう一曲ぐらいのリードが移植作品を、ね、抱えていたんですよ。それはね、立正構成会移植のサリューテーションズっていう、この間演奏しましたよね。短い曲で、小説数が少なくございますけど、すごいいい曲ですけど、ね。いい曲ですね。すごいいい曲なんですけれども、こっちに全部吸い取られたのかなって感じ。なるほど。ちょっとありますけど。まあ、ものすごくエネルギーを持って書いてありますよね。この曲を演奏するにあたってですね、大木さんが大切にされていることとかっていうのがもしあれば、お聞きしたいなと思うんですけど。まあ、この曲を振るのも僕は初めてで、というか今回の4曲に全て初めて指揮する歌の曲なんですけれども、まあ、何が大切かっていうのは、その、今まさに探しながら演奏しているところなんですけれども、これを構成ウィンドと演奏するっていうことから言うと、まあこれあまり演奏されないけれど、でも本当はもっともっと演奏されないといけない曲だと思うんですけど、これって絶対音楽なんですけれども、はい、つまりストーリーとかそういったものがない。なんだけれども、これはリードの作品の中でそういう音楽は、まあどちらかというと珍しいという。パッサカリアもまあ偶然にも絶対音楽なんですけどね。はい、でも大抵はエルカミーノであるとか、アルメニアン、パンチネルドとか、オセロとか、題材ははっきりしてるわけです。そしてそういった曲の中に使われているのと同じような音の動きがたくさん入ってる。例えば、タララ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 、シンフォニーのおしまいは、タカタカタンって言われてる。いわゆるパンチネルド終始っていう、うん。そういった曲はまあ他にもあるけれども、たくさんのリードのその定型句みたいな。あるんです。で、その蓄積っていうのは構成員がたくさん持ってる。だから、あ、これは、例えばコントラバスのシンコペーションとかね、なんか揺らぎがあるときはコントラバスがタンタンタンとかね、そういう演奏経験自体は構成員がたくさん持っているので、それを活かそう。うん、その、こういう音形が出てきたらこういう表情だぞみたいなことを大切にして、それを出してみることで、絶対音楽なんだけども、そこはリードがその中に込めた感情のうねりだったり、表現の方向だったりみたいのを出していければなと。そこを大切にするっていう、ことですかね。しかし非常にエネルギッシュな作品で、その中でもその緩急っていうのをやっぱり、つけないといけないかなとは思ってますけれども。でも今、その、構成ウィンドウの、学院の平均年齢も、私よりも下だと思うんだけど、そうですね。だいぶ、若返ったかなと思いますね。だから、エネルギッシュに最後まで突っ走れるんじゃないかなと思って、うん、楽しみにしてるし、もう自分はもう、この演奏会終わったら倒れてもいいぐらいのつもりで、自分も駆け抜けます。本当に楽しみにしてます。楽しみですね。やっぱり聞いてもらいたいですね。うん
素晴らしいプログラムを演奏できて幸せです。